いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでヒル33さんですね。はい、クロームのブラックサウズね。こちら2つです。で、昨日の分と一緒にね、発送いたします。なんかね、今回の分の送料返金したんですけど、二重返金になって、ちょっとペーパルでやったんですけど、なんかダメなんですよ。なので、そのままでいいですもん。はい。よいしょ。いや、でもあれだよなと思って。まあ、あんなんだっけ。インボイス制度。ね、返金するときは、ちゃんと書類残しておくね。まあ、いいかと思って。はい。とりあえず、後で、こっちで処理しておきます。じゃあ、いきます。せーの。えいやはい。そう、このおばちゃん、PB、前回初め入荷したときに、あ、今回いるんだと思ったんですけど、PB で出なかったんですよ。初めて見ましたよ。ブラックから。マンダロリアンの2の時だっけ？なんか、結構出てきましたよね、このおばちゃんね。うん。かっこいいですね。決めてますね。はい。箱いらないということで、カードだけね、昨日の分と一緒にお送りします。お、ヨーダだ。なんかこっちのレギュラーいいよなぁ。このレギュラー、ねえ、パラレル2枚パターン。ねえ、ほんと、メンツいいんだよな、こっちはなぁ。って。このメンツでサイン、プロダクト、あ、ゴールド？あ、最後アニメでしたけど、はい。ちょうどヨーダ対、こうね、帝国、ね、ターキット、パルパティ。まだキャプテンの時のターキン、こう、若い時ってこと？ね。うん。このぐらいがちょうどいいんだな。ちょっと遠くしちゃうとね、なんか奥に行っちゃうんですよね、ピントが。パルパティンはゴールドですよね、これね。50。はい。キャプテンの時なんだ。なんちゃらバッジのやつ？これ。この時。どうなんだろうね。作品名書いといてくれるといいんですけど。ね。まだ提督じゃないもんね。はい。それと、3位は、えい、ね、えいおばちゃん。よいしょ。お姉さんですね。はい。2個目。ピント OK。はい。せーの。あ、初めて見た。AZI3。はい。これもアニメか。CG ですもんね。このサイン初めて見ましたね。ベン・ディスキンさん。結構著名なね、俳優さんが声当ててたりするじゃないですか、最近。結構 PB ね、しましたけど、初めて見ましたね。AZI3。マンダロリアンじゃないよね。これもゲーム系？なんちゃらバッジ？ちょっと作品わかんないですけど。はい。初めて見ましたね。初音。まあいいや。はい。じゃあパックの方開けます。はい。ベースはダースモール。パラレル2枚パターンだった。はい。パイセンスね。防火炭っていうの？クライズっていうの？うん。一通り揃えたんですね、防具ね。うん。胸当てだけちょっと違う。
胸当てもちょっと水色にしたかったみたいな。グリーンパラ。おお、黄色だ。いいっすね。黄色のレギュラー初めて見たかも。いいっすね。はい。この格好でね、スターウォーズでいきなりこう、ドラッカーシュって言ってほしいですね。違うでしょうってなるんですけど。はい。うん。やっぱこのレギュラーのメンバー、まあこうね、アニメキャラとかこうね、パイセンとかね、いますけど、まあこの辺りのキャラクター、これ100人打ちでしたっけ、レギュラー。そのこの100人の中から、サインが出ますって言ったら、すごいよね。ワンボックスでも7、8万ぐらいでも売れるんじゃないかな、ワンオートで。この辺のメンバーは。ね、100人の中から1枚出ますみたいな。だってまあ、ステラだってもう今、一時はアメリカでも9000ドルぐらいだったでしょ。普通に買えたもんね。余ってたもんね。めちゃくちゃ余ってたもんね。引いてたもんね。まあそれでも今もう去年ぐらいから1万5千ドルぐらいになっちゃってますからね。多分今年のなんて多分2万ドルぐらいいっちゃうんじゃないかなと思ってますけどね。1万5千ドル。まあ1万5千ドルで円安でかなっていう感じでしょうけど。はい、ということでこちらでね、今日発送いたします。昨日の分と。はい、じゃあ、こちらでね、お受け取りよろしくお願いします。またチャレンジしてください。ありがとうございました。